こんにちは、パワースポットウォーカーの川上美沙です。今日はパワースポットウォーカーって何なのかっていうことと、あと私と一緒に旅をするとなぜ運が良くなるのか、人生が大逆転するのか、そんなお話をしたいと思います。ではお付き合いください。私がパワースポットウォーカーって名乗るようになったのはついこの間です。でね、私自身もいろんなパワースポットに行って運気を上げて、そして人生が変化したんですね。もう本当にね、どこに行くのか、誰と行くのか、どんなとこに泊まるのかって、もうこれがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、パワースポットにただ行けばいいんじゃない。これはね、覚えておいてほしいです。今ね、パワースポットっていろいろこう有名になってるところがたくさんあると思うんですけれども、人がね、なんか例えばエゴの気持ちで行く、例えばなんか変な話、お賽銭を10円しか入れないのに、なんかたくさん願い事を言うとかね、助けてほしい時だけ、普段は全く神社とかに行かないのに助けてほしい時だけ神社に行くとか、それでね、運気良くしようなんていうのがお間違いやっぱりね、神様とのしっかりご縁を作っていかなきゃいけないわけよ。だからね、私よく言うんですけど、同じ神社に何度も行く、そして神様と縁をつなぐって、本当にこれをやっていかないと、その時だけなんか運叶えてなんて、運良くしたいとか金アップしたいとかって言ったって無理です。で、私はね、本当にいろんなパワースポットに行きました。もう沖縄、それからね、やっぱり一番はインドかな。インドに行ったり、バリに行ったり、そして行きなんかも、去年はもう3、4回行ったかな。うん。で、その中にはやっぱりすごく行きづらいところにも行きましたし、本当にね、なんかもう なんでこんなとこ来ちゃったんだろう、なんで行くって言っちゃったんだろうみたいなとこも行きました。でもそれはよく言われている、呼ばれてるっていう状態なんです。やっぱり自然と耳に入ってくる場所、例えばテレビで見たとか、人からここいいよって言われたりとか、そういうところはやっぱりね、行きなさいって、来てくださいって神様から呼ばれてるわけです。だから私も本当に、まあ、前回かな、熊野の方に行ったんですけれども、そこの神倉神社っていうところに行かせていただいたんですが、もう死ぬかと思いました。それはね、ちょっとブログに書いてるので、よかったら見てください。で、そこでやっぱり私は今自分の在り方を見直しなさい、そして、生まれ変わるっていうメッセージをいただいたんですね。そこからやっぱり私自身がなんか考えなきゃいけないようなことだとかが今始まってきてます。そして本当にそれからですけど、いろんな出会いが私を待ってました。うん。で、なんかな、まあ、これは一例なんですけれども、私は最初にバリに行った時に、そこからね、変わっていったんですよ。どういうことかっていうと、やっぱりすごく一流のホテル、そして2時間8万円のスパ、そしてビジネスクラスに乗ってバリに行ったんですよね。で、それまで私はなんかホテルってすごい安いとこばっかりなんか選んでたわけですよ。そんなことしてたって運気なんて上がらないし、変わることはできないです。やっぱり変わろうとするには、やっぱりエネルギーの高いところに行く、エネルギーの高い人と一緒に行くっていうことをしないといけないわけです。今までやったことのない経験をやっていくってすっごい大事。それは魂が喜ぶからですね。で、まあ私と旅に出ると、本当に24時間四六時中私と一緒にいて、私の話をずっと聞き続けるわけです。そして分かんないことがあったら、いろんな質問もその場その場でできるんです。そして結構ここ大事なんですけど、どうでもいい会話から本当にヒントが見つかるんですよね。自分が変わるヒント、あ、私こんなこと考えてたんだとか、こういう考え方をずっとちっちゃい頃からしてきてたんだっていうことが、私との会話で気づくんですね。だってね、自分で気づくんならもうさっさと変わってますよ、正直。
だからやっぱり自分より感覚の鋭い人だったりだとか、それから自分よりたくさんの観点を持ってる人、そういう人と行くことによってエネルギーも上がるし、そして考え方も変わるっていうことなんです。で、もちろんパワースポットも選び抜いて行きます。なので全部私はリーディングして、この人に必要なパワースポットっていうところを本当に集中していきますね。なので縁結びの神社に行った人は今本当に運命の人と出会って幸せになってますし、それから運気を上げたい、仕事運を上げたい、それからそれにはやっぱりちっちゃい頃のそのトラウマの解消っていうのが必要なんですけれども、それをやることで本当に必要な人と出会えたりだとか、それから売り上げがアップしたりだとか、そしてあとはね、親子関係がもうどうしても辛かった親子関係が良くなった方もいらっしゃいます。私結果出すんで もうそれ自信あります。だからね、そういうね、パワースポットに行くっていうだけでなく、誰と行くのか、そして観点をどうやって変えるのか、自分の刷り込まれた考え方をどうやって変えていくのかっていうのがすごく重要ってことなんですね。概要欄に、詳しい、パワースポットについてのことは書いてますんで、よかったらご覧ください。チャンネル登録、そしていいねボタン押してくれると、もしかしたらあなたも運が上がるかも。よろしくお願いします。ありがとうございました。